武田塾に入会金無料で1ヶ月通える冬だけ武田がスタートしました。高校1年生は今すぐ受験の準備を始めよう。受験生向けの駆け込み武田も受付中。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは。武田塾お茶の水本校教務の川野です。校長の清水です。武田塾チャンネルのチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。清水先生、はい、今回は早慶受かる人は共通模試〇〇点以上取れる説。大事、次第志望だし、はい、共通テストの点どうでもよくね、はい、みたいな考え方もあるとは思うんですが、はい、結果的に早慶受かってった子たちってまあまあな点数取るんですよね。そうなんですよ。その基準がどれぐらいかっていうのは、はい、まあ、特に共通模試って皆さん多く受けてると思うのですごい参考になるんじゃないかなと思ってお伝えしていきます。はい、まずズバリ言います、はい、私立3教科社会選択の例だと、はい、国語、国語8割以上、英語9割以上、社会100点です。厳しくないですか？全然厳しくないです。なんと絶対ではないですよ、はい、まあ、それよりまあ多少前後して受かってた子たちももちろんいるんですけども、はい、大まかな目安として、まあ、3回受ける模試の平均値だったりとか、はい、実際の共通本番で取る点数を見ていくと事実としてそれぐらい取ってますよということをまあ皆さんに知っていただきたいというところでした。国語は特に共通テストの癖が強いですし、はい、対策結構必要かなとは思うのでまあ満点取るとは言わないです、はい、まあ、ただ8割は切らないでほしいです ね。特に早稲田志望とかだと古文漢文もしっかりやらなきゃいけないので、はい、共通テストのレベルで、まあ、8割を切っちゃうってことは、はい、まあ、現代文、評論、古文、漢文どこかしらに弱点がある可能性があるので、はい、それはシンプルに例えば明治とか早稲田とかの国語で考えた時も弱点になる可能性があります、はい、慶応志望の子は現代文、うん、はい、まあ、ここの評論に関しては読解でミスをしないレベルには仕上げておいてほしいというところがありますね。共通の評論満点取れないとね、はい、あの慶応の小論のいかつい本文 ね、はいはい、ね、なかなか対応できないんじゃないかと。そうですね、はい、続いて英語なんですけれども、はい、特にリーディングなんですけれども、はい、早稲田とか慶応でも使うじゃないですか、はい、量多いです、はい、で確かに共通対策した方が点数伸びます、はい、ただ早慶のレベルで英語長文ゴリゴリ戦えますっていう子は、はい、余裕で 90% 超えてきます、はい、そうなんですよね、はい、なんでかっていうと、はい、やっぱり難しい文章を読み慣れているので、はい、まあ、共通テストとか正直スラスラ読めてしまいますし、はい、読解スピード共通テストが厳しいとはいえ、はい、早慶の方が厳しいんで。そうなんですよ。共通テストがしっかり稼げるっていうのは読解の精度スピード、はい、そのあたりの基礎力がかなり強いってことなので、はい、やっぱり早慶合格との因果関係はあるんじゃないかなと。そうですね、まあ、私の時はセンター試験という名前だったんですが、対策をしてないとはいえ、うん、まあ、センター試験の英語はだいたい20分ぐらいを余らして終わらせるぐらいになっていたので、そうするとまあ自然と9割ぐらいは取れたかなという印象ですね。早慶から時間余るんですよ。社会ですね、はい、共通テストは一問も間違えてはダメです。で結果的にね、なんかミスが起きて95点とかになるのはいいんですけど、はい、90点でお俺結構社会得意って思ったら終わりです。そんなのではもう早慶の社会は太刀打ちできません。そうですね、共通テストで9割ってことは、はい、あの基本的なレベルで10点分落としていると、まあ、これがもう早慶の本番だったら何点分落とすことになるのか、はい、まあ、マーチカンカン同率早慶とかになってくると難しいものももちろん増えるんですけど、落としちゃいけないっていう発想がすごい大事になってきますよね、はい、基礎的な問題を確実に落とさないっていうところの、まあ、本当に基礎力みたいなところが、はい、まあ、共通テスト社会っていう尺度で出る部分かなと思います。そうですね、はい、早慶志望でそもそも共通テストで満点近く取れてないのに難しい単語をしている子、はい、これは勉強の順番が間違っていますね、うん、優先順位としてまずは共通テストレベルで満点取れる、そしたらその先で早慶でも8割を超えるような勉強をしていくと順番が正しい勉強方法ですね、うん、早慶8割もなかなかですね、まあ、というくらい実際に早稲田、まあ、慶応届きましたっていうかそれぐらいの高水準で勉強してるよっていうのをまあ皆さんに伝えられたらなと思ったので、はい、たかが共通テスト、されど共通テスト、はい、基礎力めちゃくちゃ出ます、はい、まあ、なのでそういう風な形でマークももしとか共通テストの予想問題とか解いたときはそれぐらいの尺度の基準でやらなきゃダメなんだなというふうに早慶ガチで狙ってる人は、見てほしいなと思いますね、はい、今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン。詳細は概要欄をご覧ください。